どうもこんばんは、マサです。俺今さ、いつもの愉快な BGM も流れてんのかな。あ、いつもの愉快な BGM 流れてるっぽいね。よーし、じゃあツイートするか。流れてますわよ。あ、よかったですわ。よし、オッケー。だらっと雑談していきますか。明日休みとくればだらっと雑談だよな。どうもこんばんはです。ニコ生で雑談って実は久しぶりなのでは。なんか前に任天堂ダイレクト見た時以来じゃない。エンテイの格好して今日はね、もう普通の雑談ですよ。まあ、タイトルの通りね、もしかしたら時々ずんだもんになるかもしれませんが、基本はこんな感じで一般成人男性が喋っている感じになります。どうぞよろしくお願いします。どうですか皆さん、調子は。今すごい不安なことが一個あってさ、左の下の親知らずがとうとう動き出したかもしれないんだけど、あの1本残ってんの。上2本抜いて下1本抜いたので、左下の親知らずが真横向いてんので、レントゲン撮っても、あー、これ抜くの大変だねみたいに言われて、まあまあまあ、まだね、悪さしてないから、まあ、いずれもしかしたら隣の歯を圧迫しちゃうかもしれないので、そうしたら抜かなきゃだねみたいな。親知らず早く抜いた方がいい、本当に。でもさ、このまま俺の親知らずが悪さをしなければ抜かなくても済むわけじゃん。親孝行な親知らずの可能性も一応あるわけじゃん。どうする？すごい親孝行のやつだったらもういいんじゃない？抜かなくてもって思ってんだけど、やっぱいずれ抜かなくちゃいけないのかな、これって。絶対じゃないんでしょ。今後親知らずが悪さをしなければそのまま放置しててもいいんだよね。虫歯じゃないから。親知らずは悪さをするやつ。いやでも分かんないじゃん、分かんない。でもそいつ後で反抗するよ。いやでも待って、みんなそんな親知らず、俺の親知らずのこと誤解してない？こいつだって真横になりたくて真横になったわけじゃないと思うんだよね。根はいいやつだと思うの、歯だけに。悪いことは言わないから抜くな。おお、ちょっと待って、擁護されてる。綺麗に生えれば、だけど生え方悪いと虫歯になりやすい。なんかね、もう埋まってんの完全に、歯茎の中に出てないのよ、もはや。自立させよう。違う、だから埋まってんだよ完全に。わかる？レントゲン撮ったらわかるんだけど、あの歯茎の中にいるの完全に。だから切らないといけないの歯茎を。いきなり痛い話しちゃって申し訳ないんだけど、あ、どうも和骨茶をありがとうございます。かわいい子には旅をさせようって言うから、いずれは抜かなきゃね。でも旅っていうかさ、もう砕け散ってる状態だから、もう旅もクソもないんだけど、粉々になるんだけど、旅立たせるためには歯茎の中にいるのよ。子供部屋おじさんになっちゃう。子供部屋おじさんは、あの子供部屋で生活してるおじさんのことだけど、俺の親知らずはずっとそもそも部屋から出てきたことがないから、外の空気を知らないんだよな。他の歯が虫歯になった時、移植できる時があるよ。へえ。あの車のタイヤみたいな感じで、あの車のさ、タイヤをさ、後ろに積んでる車いるじゃん、ジープとかで。あれパンクした時に入れ替えられるようじゃん。で、俺の親知らずもジープの後ろに積んであるタイヤみたいな感じって捉えたら、まあありか。こんばんまさきん。あ、どうもこんばんまさきん。初めての挨拶ですね。いずれ定着していくといいですね。スペアってこと？でもさ、掘り出さないといけないから、どのうち砕かないといけないと思うんだよね。そんな綺麗に取れないと思う。なんかね、違和感があるんだよな。痛いわけじゃないんだけど、歯磨きとかしてるときに親知らずがニコニコ報告をしました。おー、マジか。
親知らず俺3本抜いてるから1本しか残ってないの今。ということはこの親知らずは確実に俺の今埋まってる親知らずだな。このニコニコ広告した親知らずは。どうもこんばんは、まさきん。どうもこんばんは。こんばんは、ずんだもんじゃない？あ、今はずんだもんじゃないですね。今、まさだもんですね。あ、そう、あの、ずんだもんといえば、あの動画、見てくれましたか？まさかの。あれ、ずっと作ってたから。夜な夜な作ってたから。楽しかったー、あれ作るの。見ました、ありがとうございます。あ、広告ありがとうございます。面白かったよありがとうございます。まあ、あの本当はね、解説動画だから、あのあんまり感想として面白かったよって感想は珍しい気はするんですけど、あれもうめちゃくちゃ内容自体はあのすごいちゃんと解説してない？見て笑いました。喋り方がまあまあまささん、まあそうだな、俺が喋ってるから。解説はちゃんとしてた。まあ、ぜひね、あんな便利な機能がついたので、ぜひね、使ってみてください。ニコニコの公式動画だって見て、フォントと喋り方でこれ、マサさんじゃねってなってたら、あったら、あ、すごいね、逆に。すごい、動画を見て、まだ俺の地声が出てないのに気づいた人もいるんだ。こんばんは、寝る前に来ました。あ、ぜひぜひ、寝る前にね、聞くのにちょうどいい雑談をしようと。常日頃から心がけているので、よろしくお願いします。ちょっとさ、今、出してみようか。ちょっと一瞬ずんだもんになってみようか。うまくいくといいな。いくぞ。ちょっとごめん、ミスった。ちょっと待って。あ。あ。どうもこんばんは。僕はずんだもんだわ。どう、これ変わってる？変わってるのだ？いい感じなのだ？寝る前にスタハラ動画を見たのだ。どうもこんばんはなのだ。綺麗に変わるね。意外と綺麗に変わるのだ。一般成人同性なのだ。もう帰ってこないで。殺生なことを言えならのだ。難しいんだよな、声が高すぎて時々聞き取れないの。草へへへへへ。どうよ、結構その元の声を今聞けるわけじゃないけど、多分変わってるんだろうな。これみんながこれ協力して、あの本当はボイスチェンジできてないのに、みんながかわいいかわいい言ってるだけだったらどうしようっていう一応のあの不安はあるのだ。みんな騙してないよね。これ本当は俺地声でずっと配信してるのに、みんながあのあたかも声が変わったかのようなリアクションをすることによって、集団で俺をドッキリにかけようとしてるわけではないのだ。裸の王様じゃん。騙してません。いや、謎の団結力を時々見せる時があるから信用できないのだ。自分の声があの返ってきてるわけじゃないから本当にわからないのだ。ユーザー忖度していました。忖度じゃなくてそれは演技なのだ。ママンボウ、ちっちゃい頃は赤ん坊。
みんなもポケモンゲットなのだ。ちょっと待って、これアーカイブアポで聞くのめちゃくちゃ怖いな。どえしょうし、それはあれですね、ポケットモンスターブラックホワイトのあの N が出てきた時にあの言うやつなのだ。騙してないから配信確認しなくて大丈夫ですよ。なんでそんな恥を言う必要があるのだ。騙してないならそんなこと言う必要がないと思うさ。その声でちょっと一回配信確認するのだ。どれどれ、他の声にもできますか。できるのだ。もちなのだ。あーすごい、ちゃんと凍ってるわ。すごいじゃん。ははっ、喋り方がすごく大事なのだこれ。普通に今おーすごい変わってるわは俺だった、僕だったのだ。ただ声が高くなるだけだとちょっと感じが出ないので、喋り方もちょっと可愛らしい感じで喋れながいいのだ。ちょっと貫通してたらな。あ、ギフトありがとうなのだ。ぜひね、興味を持ってくれた方は試してみてほしいのだ。抑揚のつけられたらもうまずはもうそれは抑えようがないのだ。さてじゃ、今日のお便りでも読むのだ。このお便りというのは僕のツイッターのホーム画面にあるお題箱という URL から送ることができるのだ。どれどれ、これが女装モサフォルムの声ですか。女装モサフォルムというよりはズンダモンなのだ。まさかこのお便りを送った人もズンダモンに読まれるとは思ってなかったはずなのだ。今全部で何通だろう、これ何通来てんのかな。4000通以上来てるのだ、お便りが。ではお便りを読もうと思うのだ。ちょっと待ってなのだ。1通目のお便りなのだ。マサさんは体調ではなく精神的な不調だなって思われる時はありますか。そういう時はどう気分転換されてますか。なるほど、あるのだ。確かに精神的な不調だなっていう時はまああるのだ。体力があるなっていう時は歩いたりして気分転換するけど、もう逆に何にもできないみたいな、そのもう体力も精神的ななんか余力もないなんて時は、まあ、ちょっといつもより多く寝てみたりアイス食べたりするのだ。走るって言いそう、走るって言いそうってコメントを見て踏みとどまって、俺は歩くに変えたから今。俺じゃねえや、僕。まあね、運動して汗流すと気分は高揚するんだけど、それすらできない時とかってあるから、そういう時はいっぱい寝るのがいいと思うのだ。別に走ってでもいいじゃん。でもどうせ走るって言うんだろうみたいな、お前はバカだから走ってな、
いい気分に、なんかあの、気分を回復できるからいいよなみたいな感じになったら、悔しかったので、あれにしたのだ。おばあちゃんの演技をしているように聞こえる。おばあちゃん。おばあちゃんだ。続いてのお便りなのだ。たくさん来てるのだ。はい、こんばんマサ。ネタバレが激しすぎる RPG というゲームはご存知でしょうか。ツッコミどころも盛りだくさんで面白いゲームなので、ぜひやってほしいです。こんなお便りが来てるのだ。このお便り、マサさんはどう思うのだ？あ、お便りありがとうございます。そうですね、ネタバレが激しすぎる RPG ということで、これがタイトルなのかな。ネタバレが激しすぎる RPG というタイトルのゲームがあるんだ。すごいね、なんかもうネタゲーみたいなタイトルだけど、どうなんですかね、これは。ネタバレが激しすぎる RPG、ちょっと調べてみようか。あ、すごい、もう出てくるわ、サジェストで。フリームなんだね。へえ、新三部作。ほう、なんかサブタイトルもついてるわ。へえ、ツッコミどころ満載なので、ぜひやってみてくださいということで、ありがとうございます。そうですね、なんか最近やったゲームも、あの、実はかなりツッコミどころ満載のゲームで、名探偵コナン、3人の名推理っていうね、ゲームを、3日連続で配信して、ようやく終わったんですけど、いやー、やっぱね、ツッコミどころが激しいゲームっていいですよね、配信向きというか。いやでも本当になんかこういうおすすめのゲームとか送ってもらえるのはありがたいですね。ありがとうございます。ちなみにズンダモンはどうなの、このネタバレが激しすぎる RPG っていうのはやったことあるの？やったことないのだ。ないんだ。まあねえ、なかなかねえこうやっていろんな人におすすめしてもらわないと知る機会がねあんまりないかもしんないもんね。ズンダモンはさ、ズンダモンはコナンのキャラクターの中でさ、誰が一番好きなの？アガサ博士。あー、意外だね。いろんな道具作れるもんね。すごいもんな、博士はな。そうか、アガサ博士。アガサ博士の、あの、どういうところが好きなのよ。メガネ。メガネか。メガネ丸いもんね。あ、そういえばね、あの、俺も最近メガネ買ったんですよ。あの、土入りのメガネを買って。まあ、丸メガネっていうわけじゃないんですけどね。ちょっとあの、なんですかね、あの、細長くもない、なんか、なんだろうな、前俺がかけてたサングラスみたいな形のメガネなんだけど、こういう形ってなんて言うんだろうね。知能指数落ちたじゃあ大変なんだよ、今と、あの、返しまで全部考えると。今日疲れていらっしゃる、まあ、金曜日の夜だからな。単語しか発しなくなったで、本当はいろいろ言えるよ。全然言える、全然言える。本当はもっと長文も言えるし、なんかね、知性にあふれる返しとかも全然できるんだけども、まあまあまあ、これはね、掛け合いが大事というか、ラジオですからね、難しいですよね、やっぱりね。急にボキャピンになった、そんなことないよ。普通にボイちゃん楽しそう。でもこういうことができるからね、あの、独り言ラジオっていう、その俺が声色を変えて、その、はいどうもマシですっていう、その会話をした、その一人で会話をした動画を投稿してるんだけど、それのさらにすごい版ができるよね。だって声が本当に変わるんだもん。ズンダモン返してほしいのだ。ズンダモン大丈夫かな。ズンダモンどっか行っちゃったんじゃないかな。ズンダモンいる、まだ。でも結構夜も遅いけど、ズンダモンまだ大丈夫なの？普通にこんな生放送なんか出てて。大丈夫大丈夫大丈夫なんだ。
夜更かしなんだね、ずんだもんはね。夜型なのかな。お昼寝はしすぎたのだ。あ、昼寝をしすぎたんだ。なるほどね。それは寝られないね。ずんだもん、でも単語しか答えられないとか言われてるけどさ、ずんだもんは別に単語しか喋れないわけじゃないんだよね。チョウブも喋れるのだ。ジュゲムジュゲム五コアのすり消え、カイアリ水魚の水魚を待つ。ウンライ待つ、フーライ待つ、食う寝るところに住むところ、ヤブラ工事のブラ工事、タイポパイポのシューリンガン、シューリンガンのグーリンダイ、グーリンダイのポンポコピーのポンポコラーのチョウスケなのだ。全部言えるんだ。暗記してるの？すごいね。途中なんかあやふやなところだったけど、意外とね、なんかいろいろそういうなんか記憶力がいいんだね、ずんだもんはね。超救命が抜けてるって言われてるけどね、超救命ぐらい別に抜かしてもいいよね。別に超救命抜かしてもバレないよね、大体の場合はね。超救命は抜かしていいのだ。そうだよね。見てる方が記憶してないから合ってるか分からん。春はあげっぽいよ。ギャルがいる。反応返ってくるまでのラグが AI と会話してるみたい。あのね、普通に俺の操作が追いついてない。あの配信ソフト上で切り替えてるから、あの多分ショートカットキーとかを設定すればもっとスムーズに切り替えられるようになるんだけど。ずんだもん、一句読んで。なんかテーマとかある？何をテーマに読んでほしいとかある？それがね、多分テーマがないと難しいよね。欲しいよね、テーマ。欲しいのだ、テーマだよね。ママンボウ、ママンボウ、枝豆。ああ、枝豆か。枝豆、ママンボウ、ずんだ餅。この機能を知ってから配信楽しそうって思いました。あ、本当に。それは良かったです。ブルンゲル、ヒコザル、ヒマラとポケモンが多いですね。ずんだもんで陰を踏む。なかなかいろいろ知ってるの。いろんなキャラクターしてんだね、ずんだもんはね。つむぎちゃんはいないのだ。つむぎちゃんはいる。変えられるよ。変えられるけど、俺がその声色を、なんか声の出し方を多分マスターしてないから全然うまくできる気がしないな。変えてみようか。ああ。どう変わった？聞いてみよう。ちょっと自分で確認しないとわかんないや。
ああ知っていってほしい。二人者は君。まあ、話もこう見えてね、配信結構やってるからさ、まあ、君たちのコメント一個一個拾ってなるべくね面白い回しをしようとは思ってるんだけど、やっぱ金曜日の夜ってなるとね、仕事終わりで肩がバキバキなるんだよね。最近ね、肩の関節があまりにも硬すぎて、スポーツ整体に行って針を打ってもらうっていうね、そのリフレッシュ方法を見つけたの。針ね、めちゃくちゃ効く。肩とね、腰に打ってもらうとね、翌日めっちゃ調子いいのよ、あーし。パイナファイオがおっさん？はぁなんですけど。はぁ？どこがおっさんだろう？針って別に、誰でも打ってもらえるからね、言っとくけど。あら、お腹が引き出すぎて草。何言ってんの？針って、別に、ジャルでも全然打ってもらえるから。マジでね、肩がね、めっちゃ肩くるくる回すたびになんか変な音なのよ最近。コスメ何使ってる？エリクシール。針マジで最初痛くて死ぬかと思ったんだけど、痛くて死ぬ上でなんかなんだったっけ、抗生反応だっけ、その針って一回打った後、そのちょっとだるくなるからよ、その体が活性化されてるからなんか治癒力を活性化させることによってちょっとだるくなるよ。それでマジで痛い思いして翌日ちょっとだるくて、なんかなんでこんなことをあーしはやってんだろうなっていう気分になったんだけど、マジでその2日後、すごい、もう体が軽い、マジで浮いた、もう軽すぎて浮いてた。翌日へずっと空中で仕事してたもん、あーし。空中でね、ビデオ会議やってた。マジでね、肩が軽いなんてもんじゃないよ、本当に。ウケるから。で、体重計乗っ払うよ。軽くなったかなと思って。-50kgだった。焦ったよね。体重計って、負の数出るんだって思って。マイナスとかあるんだ、体重計って。ウケるよね。嘘だよ、嘘。全部嘘。今考えた。あ、針打ってるな、本当だよ。飛べるはず。でもね、みんなもね、痛いの大丈夫な人はちょっとおすすめだから、ちょっと行ってみて。針普段50キロ切ってるの。歯なんですけど、ギャルに体重聞くとか歯なんですけど。イメージ壊すからあんま言いたくないし。はあ、ちょべりばなんですけど。ちょいちょい反応が溝したら、はあなんですけど。バリ失礼じゃない？ギャルズはやふれ、はあ古いとか。意味わかんないんですけど。今の子は気まずとか言ってる印象。逆に言わないからね。逆に気まずとかはもう言わなくなってるから。気まずとか言っちゃうと本当に気まずくなっちゃうから。平成のギャル、ちょっと悪気やめて。悪気は来るものがあるからやめて。西暦にしよう、西暦に。そう、西暦といえばさ、この前、コナンのゲームをやったの。コナンのゲーム。知ってる？コナンって名探偵コナン。メガネかけた男の子。あれ、本当は男の子じゃないんだけど、高校生なのよ、本当は。あんなちっちゃいのに。ちっちゃくなっちゃったんだけど。そう、コナンのゲームをやってさ、エマが出てきたのね。エマが。エマって言っても、あれよ、エマ・ワトソンでなくって、漢字ね、絵に馬ね。絵に馬っつって。はい、木の札のやつで、ね、神社とかにあるやつ。あれが出てきてさ。
多分エマに理由が書いてあったろ。リュウって言ってもストリートファイターのリュウじゃなくて、あのドラゴンの方ね。で、あ、すごい、やっぱ立ち出しだもんねとか配信で言ったんだけど、ちょっと待って、これ何年前のゲームだと思って、すごい前のゲームなのよ。なのに絵馬にリュウが書いてあるってことは、これもしかして12年前のゲームで絵と一周したんじゃないと思って調べてみたの。一周してたんだけど、マジウケてる。24年前のゲームだったんだけど。クソワロだよね。でさ、聞いて聞いて、コナンのゲームの、2000年に出たゲームだったの。で、まあ、その付近のコナンのゲームないかなと思ってアマゾンで調べてたのよ。あったの。2年後、その2年後にね、最高のパートナーっていう、名探偵コナン最高のパートナーっていうゲームが出てたのよ。700円で。アマゾンで出てたの。ポチっちゃったんだけど、勢いで、昨日。マナッツさん、目ぐらい見始めて、物嫌いも見終わった初見です。あ、どうも、場所ありがとうございます。マサさん、マサさん、視聴してくれたって、縛りプレイ。あ、どうも、ありがとうございます。いや、嬉しいですね。なんか縛りプレイ、結構いろいろやってるんですけど、そういうなんか、過去に上げた、もう完結したシリーズとか、見てもらえるのめちゃくちゃ嬉しいです。ありがとうございます。今もね、ヒマナッツの第3期更新中で、次回がね、四天王編になるので、次回さらにね、もともと苦戦はしていたんですけど、より強敵とぶつかる感じになりますね。で、いろいろね、現実パートもね、目白押しなんで、まあ、もう冬を通り越してだんだん暖かくなってきたぐらいなんですけど、2023年のね、夏に挑戦した、まあ、全部生収録したものを動画化しているんですけど、ぜひぜひお楽しみにということで、ご視聴ありがとうございます。で、つむぎちゃんは、てか、つむぎちゃんも大丈夫なの？もう、だって、1時になっちゃうよ。お肌とか、なんかあれじゃない？やっぱ夜更かしは、お肌の大敵なんじゃないの？はぁがんですけど、普段からスキンケアしてるから大丈夫。こんにちは、あーしは、ちょっとごめん、なんか、普通にコメントがなんか、読み込めないから、最初のコメントだけちょっと今読みづらいんだけど、モノヒロイ3周目だって。モノヒロイ3周もしてくれてんだ、マジありがとう。ズンダモンはどこに行ったのだ？ズンダモンもいるよね。ズンダモンはどこにいるんだっけ？ズンダモンはね、ここにいるのだ。全部聞いてたのだ、さっきの会話も。聞かせてもらったらだ、話は。もって聞いてきたら、埼玉のギャヘに目をやられてる。目というか耳なのだ、正確には。ラベンではずっとアロハシャツを着た人が砂をパラパラしてる絵が出てるだけなのだ。ズンガモンがマサさんのアホの実格っぽい。俺なんか、それはなんか同時攻撃して、ズンガモンとマサさんを同時に攻撃するコメントならば、それは。ズンダモンには全部筒抜けや。マサさんの動画を見て N エアサインインストールしたけど、つむぎちゃんとズンダモンの他にもう一人いたのだ。あ、ことよみにやちゃんかな。ちょっとやってみようか。あ、どうだろう、なんか特に調整とかしてないからうまくできてるかわかんないんだけど。今スマホで声を聞きながら喋ってるんだけど、
喋り方が全部俺だね。俺って言っちゃうと急にあれだけど。もうちょっと声高くしてみようか。あ、ジゲムジゲム、五行のすり切れ、貝砂利水魚の水魚松、塩貝松、風来松、食う寝るところに住むところ、矢倉工事のブラコアジ、パイポパイポのシュルリンガン、シュルリンガンのグーリンタイ、グーリンダイのポンポコピーのポンポコーナーの供給名の長州長助、噛んじゃった。声変わりする前のマサさ、いやそんなことはないよ。俺に恩を返せって言ってください。いや、俺に恩を返せは合わないと思うら、この声に。私に恩を返せ。あ、そっか。いや、そういうなんか配信というかゲーム実況中に言った言葉とかを言わせることもできるんだ。さっきのデフォっぽい時の方がリアルにいそうだったよ。リアルにいそうって何？の国を保険するのだ。生放送初見なのが、 ありがとうございます。わしはありがとうなのが、間違えたのだ。避けてくれ。君は左に、僕は右。この声でゲーム実況してほしい。ああ、まあそうね。なかなか難しいもんがあるとは思うけどな。多少はラグが出ちゃうし、なんかその特に普段やってるネジキとか、ネジキとかだったらできるかもな。ズナモンとマサさんバトルしてる。いや全然戦ってはいない、共存してるよ。全然共存はしてる。これで今ラグどのくらいの設定でしたか。あ、ね、今はマックス、そのラグが出ないようにしてる。あ、違う、ラグが出る設定にしてる。その分質が安定するやつ。ここでクラしかないのだを着ボイスにしてほしい。怒られるのだ多分普通に。ズンダモンに怒られるのだそんなことしたら。いやでも面白いねこれ。叫んじゃいけないゲームはホラーに弱い人じゃないと面白くないということは学んだ。なるほど。ちょっと待って、今これボイちゃんだっけ。あ、どっちだっけ。俺だよね今。でなんか声色がさ、どんどん戻んなくなってっちゃうというか。俺だよ俺。アイデンティティを見失ってる。
ボイスボックスマサバージョン新発売出てません。マーシーさんの喋り方でズンダモンの声やってほしい。あ、やってみよっか。ちなみにマーシーっていうのは、あの、俺がラジオをやるときに時々やるなんか声色をちょっと変えた俺ね。はい、どうもマーシーですってやつね。じゃあちょっとやってみようか。はい、どうもズンダモンです。今日はね、いろんな都市伝説を仕入れてきましたから、マサさんもきっとね、満足してくれると思うんですよ。知ってますか？電車に乗ってたらいつの間にかうとうとしちゃって、で、起きたら見知らぬ駅にいたと。あ、じゃあちょっと会話してみるか。3人以上の3人以上で会話してみるか。はい、どうも、やっていきたいと思います。今日はですね、ラジオのゲストに、いつもね、相方を務めてくれてるマーシーさんにね、ご出演、して、いただいています。どうぞ、よろしくお願いします。はい、どうもマーシーです。よろしくお願いします。あ、どうもよろしくお願いします。そうですね、まあ、大体ね、こうやって2人でラジオを撮ることが多いんで、何を言ってるんですか。まあ、こうやってリアルタイムで撮ることなんて未だかつてなかったから、ちょっと緊張してるんでしょ。やめなさいよ。大体まあ、緊張というか、そもそも無理があるんですよ、リアルタイムでやるには。あれ、録音だからギリギリその、会話と会話が噛み合う瞬間みたいな、その、リアルっぽさを出せるけど、これどう考えても、一人なんで無理なんですよ、同じタイミングで喋ることが。だから、こうやって喋ってる間に、マーシーがそれに割り込んでくるみたいなのは、できないじゃん。できますよ、私なら。舐めないでくださいよ。いや、まあ舐めてはいないんですけど、ほら今みたいになっちゃうでしょ。ちょっと間が空いちゃうんですよ。だからなんかリアルな会話感は多分あの録音の方が全然出るとは思うんですけど、ただですね、はい、あの今回あのもう一人呼んでるんですよ。もう一人ですか。すごいな、マサさんは。こんな夜中に呼べるんですね。誰を呼んだんですか。いや、誰だと思いますか。多分ね、マーシーさんも知ってるんじゃないかな。出るかな。私あんまりそういう知識ないですよ。あ、そうですか。エマ・ワトソンかな。エマ・ワトソンではないですね。さっきちょっとね、そこにもね触れたんですけどね、エマ・ワトソンがもし来てたらもうそもそもタイトルにつけてますよね。では呼んでみましょう。ズンダモンさん。どうもどうも、ズンダモンです。皆さんこんばんはなのだ。あ、マーシーさんも初めましてなのだ。どうも、あ、間違えた、やべ、間違えた。どうも、こんにちは。どうも。どうも、こんばんは。これね、あの、マウスの操作が超むずい。ミスると大変なことになるからおすすめしません。この操作はね、上級者向きすぎるわ。これで同時に喋れるね。同時に喋ってみようか。多分ラグが多少あるけど、いくぞ。どうもこんばんは。僕はズンダモンなのだ。多分多少ラグが発生してると思うけど、今どんな感じになってるのか聞いてみるのだ。ちょっとさ、やっぱちょっとはずいよね、この普通のさ話し言葉というかさ、その声色を若干ズンダモンというか、その寄せに行くわけじゃん。普通になんかあれだな、一番はずいのはこれボイスチェンジャーじゃなくて、ボイスチェンジャーが働いてないのにボイスチェンジャーを使ってる風の声色で喋ってる時が一番恥ずかしいわ。やりきってる時こんな感じの話し方なのか。ほらほら、そういう目線で見られるわけじゃんよ。一番なんか
一番来るものがあるわ。なんかあ、そうで、話の流れで言ったけど、コナンのゲームをね、Amazon で買いまして、ちょっとね、プレステ2が動くってことが分かったからさ、いろいろできるゲーム増えたなと思って、プレステ2のゲームをね、今いろいろね、見てるのよ。懲りてないな。え、だってめっちゃ面白かったじゃん、コナンのゲーム。マジで面白かったよ。YouTube の方にね、8時間ぐらいのアーカイブが残ってるので、ぜひね、気になった方見てみてください。ずっとね、コナンに対して俺がツッコミを入れてます。そう、ハードが増えるとね、いや、プレステ2さ、なんか家にあったんだけどずっと起動してなかったから動かないかなって、もしかしたらもう壊れちゃってるかなっていう、その不安があったんだよね。しかもゲームを作る側、どう考えても笑いを取りに行ってないで、笑いを取りに行ってないんだろうなみたいな、そういう面白さがあるような。絶対だってふざけてないじゃん、ダクトを通るミニゲームとかさ。フルボイスなのに喉が枯れたからな。プレステ2って本当にソフト多いんだなって改めて思った。コナンの DS の間違い探しのゲーム、待って、あ、DS もあんのか。 DS はいいな。 DS もできるな。ワンダースワンのコナンも面白いです。ワンダースワンさすがに持ってないわ。ワンダースワンってあれだよね、ゲームボーイアドバンスとかと同じぐらいのタイミングだっけ。え、つむぎちゃんはワンダースワン知ってる？私知らない。知らないか。ちょっとやっぱあれだね、セリフ、このマウスを操作するって方に脳のリソースが使われるからさ、なんか長尺の開始できないよな。眠くてろれつが回ってない。なんで俺が眠いの知ってるんだ。最近のギャルはビブラートかけるのか。ビブラートは、あーし、ビブラーバしか知らない。PS2 いいですね。蚊とかもあります。あー、蚊ね、あったね。1文字のあれでしょ、蚊でしょ、ブーンって飛んでる。これ今一応さ、録画してんのよ。これ録画してんだけどさ、これ基本的にニコ生で配信したやつ YouTube にも後々アーカイブとして投稿してんだけどさ、投稿しなくていいかな、これ今日のやつ。なんか見返してすごい複雑な感情になりそうな気が。毎日土曜日なんですね。水曜日祝日の週、最高すぎましたね。あー、毎日じゃねえ、明日土曜日なんですね、だ。さっきの事故ったところだけお願いします。嫌です。事故ったところだけは一番嫌だわ。これは十字架なのだ。なんで背負わなきゃいけないんです、趣味でやってんのに。急にそんな十字架を。普段やってるジャンルと違うけど、スパイロとか、スパイロっていうの、これラチェクラとかやってほしい。へー、あ、ラチェクラはなんかあれだな、友達の一回やらせてもらったことあんな、 PSP のやつ。パラノマサイトやってほしい。
ちょっとマジでパラノマサイトなんだけど、友達にさ、あーしの友達にヤロシクサイトっていうすごいゲーム好きなやつがいいんだよ。すごい、カラエラめっちゃでかいんだけど、すごいのよ。なんだろう、アメリカ人の成人男性の平均身長と平均体重なんだって。まあ、すごいガタイのいい友達がいるんだけど、そいつがさ、スチームのフレンドで、ギフトをくれて、で、これ面白かったからぜひやってみてほしいって言って、送ってくれたのよ。パラノマサイト。本社ララ不思議っていう。知ってる？なんかホラーゲームなんだけど、推理要素があるのからよくわかんないわ。そう、それはね、やりたいなと思って。で、そのよろしく斉藤がさ、あーしまさ、ツイッターをさ、見て今かわかんないんだけどさ、なんかコナンのゲームに次ぐ続編というか、セリモラの長編のやつでまたやりたいなってツイートした直後にさ、 LINE が来てさ、パラノマサイトやれって言え、送ったからやれって言え、連絡が来て、そうなのよ。アマゾンでポチったとか言ってるけど、多分パラノマサイトの方が先にやるかな。びっくりした。今これボイチェンじゃなかったらどうしようかと思って、すごいもう恐る恐る見ちゃった。よかった、地声じゃなくて、地声でちょっとギャルっぽい口調をしようってなってるのを見られるのが一番恥ずかしいわ。脳がバグるな、マジで。慣れてないと。聞いたことないゲームばっか楽しみ。俺もやったことないやつが多いから、ちょっと順番を追ってやっていこうかなと思います。知ってるゲーム、知らないゲームをサンドイッチでどんどんやっていこうかなと思ってます。今コナンのゲームやったから、そうね、パラノマサイトかな、次。かまいたちの夜、おとぎりそう、クロックタワー。うわ、クロックタワーとかな、かまいたちの夜もおすすめされた。クロックタワー、怖いよな、シザーマンだろう。真似してたもん、シザーマンの。あとあれだから、あの喋るぬいぐるみと一緒にドントスクリームも実況するから。サルゲッチュ2を何とぞ。サルゲッチュ2はそうだな、タムタムとやるから。アナザーコードは最近スイッチにリメイク来てたの。へえ。森川くん2号どうです？へで安か、へじゃねえや、これ甘か。ツッコミどころ満載としては絶対絶命都市、あーやってみたい、絶対絶命都市やってみたい。あれもプレステ2か。ドントスクリーム友達にやらせたときめっちゃ面白かったから楽しみ。悪趣味じゃないか。自分がやった上で友達にやらせたの。よかった今マジボイチェン使ってなくて、俺の声でよかったわ。クロックタワー途中までしか知らないけど面白かった記憶はある。でもそれクリアできてないからいいのか、それ達成感あるのか。絶対絶命社畜王子やるか。ギフトで送りつけたのね。
フリーゲームとかに興味ありますか？あ、もちろん、全然俺フリーゲームとかも実況してるぜ。それこそ恐怖の森なんてもう何回何周したか分かんないよ。いやーいいね、ちょっとやりたいゲーム多いな。あとさ、あの一応努力目標だと思って聞いてほしいんだけど、来週の土曜日3月30日ぐらいに、3月30日か3月31日にマサダイレクトをやろうと思ってます。ちょっと準備が間に合わなかったらごめん、その場合延期する。それ目標でやりたいと思います。マサさんってイブやったことあります？5倍速でやった。初見プレイでなぜか5倍速でやって、とりあえず1回はクリアした。ゲストは来ますか？いや別にゲストは来ない。ゲストはちょっとさすがに、どう、つむぎちゃん来てくんないよね。何それ、マサダイレクト、あーし興味ないんだけど。やっぱそうだよね。ズンダモンとかどうなの、来てくれたりしないの？マサダイレクトは全く興味がないから行かないのだ。興味ゼロなのだ。ズンダモンも興味ないか。じゃあマーシーはどうなの？私も興味ないですね。お前は来いよ。お前は、お前が一番、お前本人なんだぞ一応。スイ君は来ないの？スイ君はどうなの？来ないですね。エンテは、エンテは来ないの？あ、行くつもりはないですよ。行くつもりはないってよ。クラウドは興味ないね。僕はそんなことより最近話題の書類を全部クラウド化するのに興味があるな。クラウドだけにね。ごめん、本当に FF 好きな人本当にごめん。俺やったことないのに、俺やったことないのに適当にモノマネしちゃった。みんな興味なくて悲しくならない？でもみんながいるじゃんか。俺には不特定多数のコメントを、あの目に見えない友達がいるじゃんかここに。姿の見えない文字だけの友達がいるからな。興味あるって言ってくれてる。この機会に FF やろう。 FF なー、もうやるとしたらもうめちゃくちゃもう構えてやりたいな。気楽に始めるというよりマジでもう一旦一気にクリアするぐらいの勢いでやりたいな。友達だったっけ？まあ友達ではないわ。うん、確かに友達ではない。でもさ、今この時間に見てる人って多分土曜日の午前中に予定がない人じゃん。じゃあもうみんな、あの意地張らなくていい。一切意地を張る必要ないぞ。みんな土曜日予定ないっしょ明日。正直に絶対この時間に配信見てコメントしてる人、少なくとも土曜日の午前中に予定ないね、きっと。明日仕事ですけど、あ、ごめん。急にチクチク言葉言うやん。いやでも俺もだから、別にチクチクする必要ないと思うの。土曜日に予定がなくたっていいと思うんだ。予定あるけどお前の配信見てるんだよ。俺はとんでもないこと言ってしまった。お昼からご飯食べに行きます。おー、あ、お昼からか。いいね。あるけど見てますけど、あー。一定数ある人いるわ。朝から仕事です。朝からバイトやね。ない暇。こんばんは、珍しいニコ生。今ね、あの、せっかくね、ボイスチェンジャーの動画も出したのでね。早速ボイスチェンジャーを使ってみようかなって言って、明日結構予定ある人もいたわ。ちょっとズンダモンごめん、なんかあの代わりに謝ってくれ。ズンダモンごめんなのだ。みんなに予定やらないと勝手に決めつけて、みんなどうせ予定ないでしょとか言っちゃってごめんなのだ。マサに代わって謝るのだ。許してほしいのだ。マサも反省してるのだ。
お、許してもらえそうだぞ。やった。許すけど、まさか許すかな。なんで俺が許さなくなってんだよ。声はずんだもんなんだけど、なんかこう本体が貫通してんだよな。結構ね、なんかあの喋り方でバレるよね。何の話してたっけ。あ、明日の予定の話か。そう、なのであの来週のねマサダイレクトに向けてちょっと明日はいろいろ準備を進めようかなと思います。間に合うかな。彼氏の誕生日を祝うけど放送見てるよ。怒られちゃわないか。しかもなんかいろんな声が錯綜してるし、何の配信見てるんだっていう話になるだろうきっと。誰しも話し方の癖ってあるんだなと感じる配信ね。俺は別に話し方癖ないと思ってたけど、あるね。その間の取り方とかさ、抑揚でわかるんだね。明日の何時です、マサダイレクト。いや、じゃあ明日じゃない、明日じゃない、あの来週、来週。まだあの何も準備できてない、もうあの。いや本当に今明日無理よ。来週の土曜、来週の土曜。ちょっとまだ時間も決めてない。多分夜になると思うんだけど、だってマジでもう全部俺が口頭で言わなくちゃいけなくなるから、何にも多分面白くないぞ明日無理にやったら。これしかできてない。ちょっと待ってね、ほらこれしかできてない。あれ画像が出ねえや。なんかあの変な矢印みたいなマークしか作ってないわ。マサダイレクトって何をするんですか。あれこれ声入ってるか。マサダイレクトって何をするんですかっていう質問はね、あのすごく難しくて、俺がダイレクトになんかいろんな発表をするっていう普通のバージョンの声が入ってますよ。あ、よかった。ちょっとなんか固まってたわ。いや、なんか企画発表会みたいなもんですね。ちょうどね3月終わり、新学期に4月から入るので、まあ、4月以降こんな感じでいろいろやっていきますよっていう、まあ簡単に言うと活動予定表みたいなもんだと思ってください。ただちょっとあの任天堂ダイレクトとかってワクワクするじゃん、見てて。俺すごい好きなの、あのそれではこちらの動画を最後にご覧くださいって言って終わるやつ、ああいうのをやってみたくて、ちょっと今いろいろ作れないかやってんだけど、できないかもしんない、間に合わないかもしんない、間に合わないかもしれないのだ。景品はありますか。ないのだ。リアイベ来るな。先に言っとくけど、リアイベはまだ来ないのだ。何も決めてないのだ。お湯沸かしてる、あのパソコンがうなってるのだ。人を雇うのだ。ただのアラサーの声が聞こえる。指パッチン上達しましたか。ああ、ちょっと聞いてて。いくよ、いくよ。どう、聞こえた。新年度でワクワク倍増なのだね。ちょっとワクワク倍増な感じで作っていきたいなと思うんだけど、この1週間でどれだけできるかなんだよな。っていうかもう明日にかかってる。お世辞にもうまいとは言えない。指ぶつけた。いやいやいや、パッチンしたじゃん今。いくぞ。痛くない、まず指パッチンって。普通に明後日暇じゃないんだ。明後日はね、あの午前中から出かけないといけない。え、ちょっと待って、なんか出てきた。え、
ちょっと待って、なんか急にマサダイレクトの画像が出てきた。いや、これしか作ってないよって言って出そうと思ったやつね。なんか時間差で出たわ。マサダイレクト始まった。いや、始まんない。最も適してない時間だろ。夜中の1時25分から告知なしでやるって。告知しててギリだろ。ニンテンドーダイレクトみたいだな。意識してるから。それではこちらをご覧くださいって言って、本当にただの画像を出されたらびっくりするだろうな。ご覧になりましたかって言って、それではこちらをご覧くださいって言って画像だけポンって出てきて、5秒ぐらい経ってご覧になりましたか、では終わります。若干体調悪かったけど配信見てたら面白くて元気が出てきたのだ。お、それは良かった。何よりです。お分かりいただけたでしょうか、何をだ、いかがでしたでしょうか。困るだろう、感想を求められても。絵が出てきた以上だろう。朝ラインナップはその4くらいまで、その4、4も作れないと思うんだよな。てか、もう今のうちにハードルを下げておきたいんだけど、そんなにすごい大発表が来るわけではないぞ。とんでもない大発表が来るわけじゃない、マジで。なんかマジで4月以降こんな感じでやっていこうかなって思ってますぐらいだと思っておいてくれ。今来た、こんばんは。どうもこんばんは。冗談のつもりだったけど、マサラインナップあるの？てか、マサラインナップって何なの？ハートゴールドのヒマナッツ周回完走してたら配信しててびっくりしたので、あ、ありがとうございます。気づいていただいて。気まぐれにやってみました。すごい早寝しちゃおうかなと思って、正直、今日、配信しないで寝ようと思ったの。なんかちょっと疲れてるなっていう自覚もあったし、で布団に入ってみたのよ。布団に入ったらさ、目がギャンギャン、もう全然、なんか布団に入った瞬間にすごい覚醒し始めて、よくツイッターに流れてくるぽっちゃまの画像みたいなやつだ。夏コミとかの話あるのかなって予想。いやー、どうだろうね。ニンテンドーダイレクトでショートで流れるニンテンドーラインナップ的な、ああなるほど、ちょっとしたやつか。あ、ギフトありがとうございます。すごい、こんな感じで出るんだね、新鮮だな。眠剤飲んだのに配信始まったから寝れん。あ、それはまずい。眠剤を飲んで寝れないとき、眠剤飲んだのにその眠くなる時期、峠を越えちゃった時、もう絶望じゃないマジで。わかるわ、まあ、俺が峠を越させてしまおうとしてる感じもあるけども。可愛いの送ったのにインド人だった。そんなことがあるんだ。あえてじゃないのか。眠剤を飲んでもマサさんの配信を見に来るなんて愛されてるな。照れますね。ありがとうございます。マサさんも民剤の民、あれだね、マジで寝なくちゃいけない時とかは飲むようにしてるな。普通に寝られる時の方が多いから、基本は飲んでないけど。絶対睡眠とっておかないと翌日やばいって時あるじゃん。で、寝られなそうだなっていう時はもうブーストかけて寝るようにしてるな、飲んで。
アヒルを送りました。ありがとうございます。アヒルだ。ちょっと俺のアイコンに似てますね、形が。出先では飲まないと寝れないとかありますよね。そう、出張先のホテルとかがさ、一番きついよね、寝られなかった時。オーバードーズまさか2人オーバードーズじゃなくて普通適量だよ、適量。だってさ、出張先のホテルとかってさ、布団の素材がどんな感じになってるかわからないじゃん。で、カシュカシュのカシュカシュの布団の時あるだろう。カシュカシュ寝られなくない、マジで。でさ、友達が同じこと言ってて、そのカシュカシュの布団寝られないよなって話したら、俺絶対だから毛布借りるようにしてるよって言って、フロントで言ったら貸してくれんだってっていう豆知識を教えてもらった。昨日それだったって。今日ホテル泊まってるけど布団カシュカシュ。あ、やっぱカシュカシュか。あ、でもフロントでね、貸してもらえるらしいですよ、毛布を。市販のやつ、あれだね、俺はちゃんと病院でもらったやつ。いやマジで全然すごい元気なんだけど、全然元気すぎて寝られない時があって、その時に病院で相談したら処方してもらったやつよ。ゾルピデムってやつだね。マジで寝ないとやばい時だけ飲む。強そう。強いしな、実際な。寝ないといけないっていうプレッシャーがね、やっぱね、デスピザロみたい。一個も合ってないけど、なんか似てるのはわかるわ。デービゴ飲んでる。ああ、デービゴもあるよね。デービゴのがでも強いんじゃない？強いイメージあるわ。ハイレース飲んでた。知らないそれ。ハイエースみたいだね。でも去年のさ、町会議の前、俺幕張メッセまで歩く企画やったじゃん、1週間かけて。もうあれもう1週間それぞれもう拠点の近くで宿を取ってもらって泊まってたのよ。でもあの時なんてさ、絶対寝れなかったらさ、翌日死ぬのは目に見えてるわけじゃんよ。さすがにね、1日とんでもない距離歩くと翌日のプレッシャーとか関係なしに寝れるわ。もう爆睡だったよ。気力を保ってるので精一杯だったもん。千野先生は患者さんにベルソムラをおすすめしてるな。おー、なんかかっこいいね、なんか名前が一個一個。いやでも翌日さ、絶対起きなきゃいけないし、翌日もう頑張って歩かなきゃいけないし、なんかそもそもゴールできんのかなみたいな、いろんな不安とプレッシャーもあるわけじゃん。だからなんか多分いっぱい歩いてなかったらプレッシャーで寝れない可能性はあったなっていう。もう懐かしい企画だ。家族でリアタイしました。ありがとうございます。その説は本当に。足痛すぎて寝れないとかなかったんです。いや足は痛いなと思いつつも寝てた。なんだろうな、プレッシャーがある、不安もある、足の痛さもある、筋肉痛もある、いろいろな寝れないようなマイナス要素はあるけど、それを上回る眠気。あと1日目のホテルはなんかシャワーヘッドがついてなかった。カシュカシュネギだけど諦めてもう布団くるまってるよ。あ、諦めちゃったか。まあめんどくさいもんな、わざわざな電話すんのもな。ポケモンの主人公って結構長旅してたんだってなりました。なったね。なったし、やっぱゲームと現実は違うんだなって思った。だってあいつら全然疲れた様子ないじゃん。鬼の形相で歩いてたから最後の方。
しゃあないな。じゃあ子守歌でも歌うか。でもちょっとこの時間だからな、歌うのはあれだから、ちょっと口笛で。最近さ、そのさ、なんか別に新しい曲を覚えたわけではないんだけど、もともとさ弾ける曲と同じコード進行 の曲がいっぱいあるなっていうのに気づいて、これキーさえ変えればメドレーできるんじゃないかなってことに気づいたの。これさ、丸の内サディスティックっていう曲あるじゃん。あら、こうか。これさ、これと全く同じコード進行の曲がいっぱいあるんだよ。全くじゃないけど、ほぼほぼ同じやつが。最近多いみたいで。マルサ進行って言われてんだって、これ。そう。最近だと夜にかけるとか秒針を噛むとかがそうなの。そのまま移動できんじゃん。東京シャンディーランデブーとかもかな。同じなんだよね。このまま移動できんの。あとなんだっけな、何があるって言ったっけな、なんか調べたんだよな。調べたらね、出てくんのよ、いっぱい。ちょっと待ってね。やっぱ流行ってんだね。あ、そうだ、最近弾き語りをツイッターに上げた、なんだっけ、あの曲、愛を伝えたいだとかとかもそう。マサさんの草笛の命中率はなんぼのもんよ。命中とかっていう概念があんまないもんな。あ、ギフトありがとうございます。さっきまでずんだもんしてた人とは思えない凄さ。そう、丸々進行ってあるよね。なんつんだっけあれ、カノンみたいな。これなんて言うんだっけ。これもすごい使われてるやつ。
寝ちゃいそう。だって子守歌でやってんだもん。しょうがない。もう狙い通りよ、言ったら。オーバードーズとかもそうか。オーバードーズマサが二人回収演で別にオーバードーズしてないんだよな俺。そんな寝られるんだよ。まだ割と俺は全然寝られる方だから、寝られる時やな。メドレーやってみようかな。できんのかな。あと何があるかな。ちょっと待ってね。なんかでね、すごいまとまってたんだよな、情報が。ニコニコ大百科にあるじゃんか。テレキャスター B-Boy もそうなんだ。青のすみかとかもそうなんだ。へえ。途中で寝てもいいか。あ、全然、全然寝ていいよ。適当にやってみるか。次何しよう。出てこない。ちょっと待って。このままこれを引き続ければ時間は稼げる。ちょっと待って。次何があったっけ。ちょっと待って。何があったっけ。高いな。
あ、テレキャスター B-Boy は同じ戦法でやるとめっちゃ遅くなるね。何があるかな。あ、シャルルとかもか。これ無限にできるな、ずっとできるなこれ。いやなんかさ、意外と口笛だとなんかキー合わせられるもんだね。あるから安眠動画作ってほしい。安眠動画ってなるとな、なんか、あ、じゃあ、あのリクエストを募集してそれをつなげてみるか。やっぱあるわ、いろいろ。ああ、やっぱカノン進行なのか。前弾き語りの曲募集してましたよね。でも弾き語りの曲募集はしたけど、あのあまりにバラバラだから、あれをつなげるのは無理があるな。録音するとなると、うん、それはあるんだよな。配信だからなんかちょっと適当にやってやろうみたいな、そんな感じにあるんだよな。白日ってなんだっけ、あれか、常田さんのやつか。キングヌーだ。寝落ち民多そうなので、まあ時間が時間だからな。さすがに明日予定ある人はもうみんな寝てんだろうな。ほんとだ、めちゃくちゃ曲一覧みたいなのが存在するわ。でも大体あれだね、出てるのは今やった曲が多いな。明日予定あるけど寝たくなくなってきたの。おおら、あいみょんメドレーをする。メドレーするほど俺知らないんだよな、曲を。あとね、やっぱあのばあちゃんにアコギをもらったっていうのがね、でかいわ。アコギっていうかクラシックギターを。エレキだとこんな響かないもんな。あ、星野源とかいいね。ファンキーばあちゃん、マジで、あの島次郎に出てくるあのトリッピーのばあちゃんみたいなんだよね。アメリカンハットみたいのかぶってサングラスかけてくるから、うちのばあちゃん。ギターやってたし、フラメンコもやってたらしいよ。
もし YouTube に載せてくれるんだったらそろそろ寝て、あ、全然寝てくださいね。あんまり配信者本人が視聴者に対して寝てくださいねっていう配信珍しいと思うんですけど、寝た方がいい時もある。アロハも影響ある？ない。アロハは俺が自発的に来た。米津玄師とか、知ってる曲が結構あるはず。アロハはね、突然変異とか言ってるけどね、でも親父もね、アロハにサングラスをかけてるんで、沖縄にさ、去年行ったのよ。帰ってきてさ、もう沖縄、9月の沖縄だから日差しも強くて、サングラスかけてアロハシャツで行って帰ってきたわけ。で、実家にもさ、お土産を買ったからさ、実家に戻ったのよ。そしたら親父が同じ格好してソファに座ってて笑っちゃったよね。あれ普通に30年後の俺がいると思って。30年後こうなるんだ、このままだとって思った。サイモン・ガーファンクル、聞いたことあるのかな。どうなんだろう、ピントは来てないけど、でもそのアーティスト名は知ってるぞ。親父さんも草笛吹けそう。どうなんだろうね。もうこの前駐車場でね、なんかちょっと飛び出してた岩につまずいて、急に隣を歩いてたはずの親父がいなくなったのよ。で、下を見たら、モンハンの緊急回避みたいな動きをしてて、普通に笑っちゃって、すごい機敏な動きすんなと思って、岩につまずいたんだって。めちゃくちゃ面白いぞ。みんな想像してるより絶対おもろいから。あれはね、なんか、絶対に死なそうな動きじゃん。本来だったら。シュールだったぞ。無事だった。これいけんのかな？ね、俺ここ忘れちゃった、歌詞忘れちゃったな。すごい。タイトル言わなくても通じるもんだ。
ファンがウォン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 なっとる。あー、やっぱ拾うんだね、これ。ノート PC がね、すごい音を出してんのよ。そろそろね、変えないといけないんだよな。これいけっかな。名曲だよな。今さ、マジ90年代スペシャルになっちゃうんだよな。なんかとりあえず出てくる曲になっちゃうと。ちょ、ベリーベリー最高ヒップハップシェイク。超元気でないこの曲。めっちゃ好き。しかもこれ、この曲すごい、A メロ超おしゃれなの。この今日会わないで君の電話、超おしゃれじゃないこのコード。ギターだけ弾くとこんな感じ。ここがめっちゃ好きなんだよね、 A メロの。今日会わないで君の電話、僕も今そう思っていた。テレパシーみたいで嬉しい。テレズミだし、明日休みだ。明日は休みだ、仕事もない、早起きなんかしなくてもいい。今ね、まさに今ね。
明日休みじゃねえんだよな。勝手に。俺早起きしないぞ。昼に起きる。シンデレラボーイとか行けます？シンデレラボーイか。俺サビしかわかんないな。ちょっと待ってね、コード譜があればいけるかも。どうだろう、ちょっと待ってね。原曲キーじゃないとわかんないな。こんな感じだったよね。A メロとか思い出せないな、これ今。なんだったな。手がくせえや。弦が錆びてるから手がめちゃくちゃ錆び臭くなったな。チェリーか、チェリー、スピッツのチェリーだよね、多分ね。これはね、合唱でやったから覚えてんだよな。すごくない？トタケケみたいじゃない？何々って曲できるって言われて急に弾き出すので、ちなみに俺がトタケケだとしたら、自分が知らない曲を言われてもとりあえず適当な別の曲弾いて、ふふ、ごめんね、本当はケケサンバなんて曲僕のレパートリーにはないんだって言うんで、トタケケの曲もやってほしい。なるほど、トタケケの曲はね、トタケケってトタケケだろ。トタケケの曲はね、ケケメタルでブルーおにぎり、いやタイトルしか思い出せん。脳内で再生できないと無理なんだよこれ。Thank you.
引けちゃうんですよ。ちなみにケケメタルは無理だ。ケケボッサーお願いします。無理だ。ケケケやめてくれ。ケケケ無理だ。ケケケってめっちゃ言いづらいなと。バンプの天体観測をお願いします。だんだんあれだな、あの流れのギター弾きみたいになってきて面白いな。よし、じゃあちょっとラストな。ちょっと待ってな。ちょっと待って、今なんか電気自動車の広告が出てきちゃったから、ちょっと待って。電気自動車って走れるの？映画だとあいつ小栗旬だからな。そうだよね、懐かしい、見たわ。なかなかこんだけさ、口笛をさ、長尺で吹くことないけど、あの口笛って吹くと喉枯れんのね。あの、すごい喉が渇いてきたわ。お茶飲もう。やばいな、いよいよ今日この配信、なんかわけがわかんなくなってきたな。アーカイブめちゃくちゃだぞ、多分。前半なんか、ボイスチェンジで遊んだりして、後半急にアコギ出してきて。いつもはもっと統一感があるじゃん。口笛部分だけでも切り抜きで YouTube に載せてほしい。あー、まあそうね、載せるんだったらもう一括でボンかな、今日のやつ。全然皆さんがあの好きなシーンを切り抜くのは全然 OK なんですが、タイムスタンプをね、自由に押してください。でも今までツイッターに上げたその弾き語りとかそういう系のやつをまとめて一本のやつにしちゃうっていうのはありだなとは思ってんだよな。でもさ、これ口笛でさ、ギター弾いてるだけじゃん、引っかかるんだよね、 YouTube 上げるとあの AI に何々という曲が著作権に引っかかりましたみたいな。需要ありまくりです。 ありがとうございます。マサさんっていつからギター弾いてるんですか？ね、大学の 2,3 年目ぐらいからだから、でもやば、ちょっと待って、もう10年ぐらいなの？でもそんななんか根詰めて練習してたわけじゃないから、まったり10年ぐらい適当になんかギターを触ってただけなんだよな。口
口笛ってズンダモンに適用できないの？あ、どうなんだろうね。ちょっと口笛吹いてみようか、ズンダモンで。いくぞ。ケケライダーの口笛を吹くのだ。キーが高いのだ。キーが高すぎてオクターブを途中で下げてダサくなっちゃったのだ。おい、ちょっと待った。みんな、なんかコメントの雲行きがおかしい。どうした？今何が起こった？溺れてる？え、何？どうなってんのこれ？え、何？何？ちょっと待って。うがいしてないよ。口笛吹いただけだよ。え、どうなってんの？おい、ふざけんね。俺が一番面白いと聞けてなかったぞ。こぼぼぼぼぼ。いや、ちょっと待て。聞きたい。ちょっと待って、もう一回やってみよう。おい、みんな想像以上に溺れてたな。想像以上に溺れていたな、今。何これ？あれか、声として感知されないとこうなるのか。おやすみ、今さ寝るわ。おう、おやすみ。いい夢見るんだぜ。うん、なんかうがいしてたね。しかも、時折ズンダモンなんだよな。カボカボカボンみたいな。ズンダモンが急に溺れた。口笛はあれだな。さすがに対応してないな。あとコメント欄がずっと止まってんだな。そうだね、溺れさせたいときは口笛吹くのがいいかもしれないな。溺れさせたいときなんかないだろ。何かを溺れさせたいときって基本ないからな。うわー、もう2時過ぎかー。そろそろ寝て明日に備えるか。というわけでね、今日のアーカイブはまたYouTube の方のアーカイブを何でも上げる倉庫みたいなチャンネルにどんどん上げていこうと思ってるので、気になった方、もう一回聞きたいなって思った方、ぜひぜひそちらもチェックしてみてください。いやー、雑談配信やっぱ久しぶりにやると止まらなくなるね。30分ぐらいで終わらせるつもりだったんだけど、普通に2時間やっちゃった。ではでは、多分来週の土曜日はマサダイレクトやると思うんで、そちらも楽しみにしていてください。それでは最後までご視聴ありがとうございました。また次回の配信でお会いしましょう。バイバーイ。おやすみなのだ。